うわー、ヒカキン TV Everyday。 日本のハロー YouTube。 どうもヒカキンです。今日は自分でもめちゃめちゃワクワクしてます。おもちゃ屋で見つけて買ってきました。それがこちら、フライングボール。はい、今回2つ買ってきました。フライングボール、日本語に訳したら飛ぶ球、そのまんまですね。はい、こちらピンポン玉みたいなやつにプロペラついてるんですよ。もうなんかタケコプターみたいな感じだよね、ほんとね。で、ここがだからヘリコプターの形じゃなくて、これボールなんですよ。で、これが飛ぶんですよ。で、そこまではまだね、あ、丸いだけかって思うじゃないですか。これね、そのおもちゃの売り場にちっちゃいこうテレビみたいなモニターがあって、遊んでる人の映像が出てたんですが、このね、ボールの下にセンサーがあって、こうブーンって飛ぶじゃないですか。で、折ってきたら、その下に手をふわってやると、近づくとそれに反応して、ふわーってまたね、飛ぶんですよ。だから、今回ね、二つ買ってきた意味っていうのは、これを両手で、ふーんってやったら、神みたいになれるんじゃないかなと思って。私は神だ。ってやりたくて、二つ買いました。早速やってみよう。本当に反応すんのかなっていうね。リモコンがなんかついてますね。お、めちゃ簡単だ。まずボールについてる電源をオンにしますって書いてある。あ、ついた。あ、光った。光ったぞ、なんか。ちょっと光ってる、ほら。光ってます、なんか。いきますよ。これがね、コントローラーみたいなやつですね。スイッチオン。おお、音すごっ。下の風がすごい。今これ割り箸ね、この割り箸の袋がこれふわーって飛んできます、これ。すげえ。さあ、行きますよ、行きますよ。離します。せーの。わーせーの。ほっ。わー、あ、あれ、あれ、あれ。あ、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 うわ、カメラ外に行っちゃった。カメラ外に行っちゃった。こっちこっち。あー、あ、あ、あれ、あれ、これ捕まえらんないじゃん。あれ、ちょっと待って。あーいや、おい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 、カメラに映るようにやんなきゃ。このアングルならいけるはず。行きます。すごい音だ、すごい音だ。いきま、え、よし、いきますよ。せーの、お、はい、ボーン、すげえ、はい、つ、はい、つ、はい、はい、はい、降りてこない、降りてこない、なんで？おおおおおおおカメラだ、カメラだ、ビッグムーン朝、ああああああ、どっか行った、どっか行った、ああおお、こっち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 、ああ、ブブブブブブブ、面白い。なってきた。よし、あー、止めろ、止まれ。すぐ上昇してっちゃうね。さらにカメラを上向きにしてみた。これならいけるだろう。はい、おい、いきます。おーい、涼しい、涼しいよ、涼しいよ、涼しい、あれ、降りてこない。あ、映ってない、映ってないの、今の。え、
あー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 だんだん高くなってる高くなってるあー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 上行っちゃった上行っちゃったあーあーあー少し使ってみてこれのね難しいところが分かりました。まあね簡単じゃ簡単なんですがこうやって横にやってふってこう横に行くわけじゃないのがねちょっと難しいですね。多分横にはね行かないんですよ。こうやってやって、うん、やっぱ横にはあんま行かない。縦だ縦。あーこっち来んな。あーあまた来るまたクラッシュ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 からのクラッシュからの復活クラッシュからの復活クラッシュからの復活。あ、でもちょっと動くかも。ちょっと動くかもしんない。ちょっと横にも動くかもしんない。あー、危ない。つい高くなっちゃうんですよね。ワルツワルツあー、テレビがワルツあーこっち、あ、ちょっとセーフ。さあそれじゃいよいよ神になる時が来たか。やるぞ。両手でいきます。黄色も起動よ。あ光ってる光っております。どっちがどっちのリモコンか分かんない。どっちだ。あーあれあ片方で両方ついた片方で両方ついた。いきません。いきます。せーの。あー全然ダメだ。あーさあ行くぞ。あら行くぜ。せーの。あーなんでそうやってクロスして君たちは。おー来た。かーあーダメだ。あーよいしょ。あーいてー行くぞ。押した今度こそ。おおなんでぶつかるのよ。行くぞ今度こそ。はいせーの。ダメだせーのゴー。あーぶつかってるぶつかってる。せーの。おしきた。あれ白が電池切れ白が電池切れ。あでもこれ下に落ちないのか。あれこれ下に落ちないってやつか。あ落ちない。これずっと飛んでるんだ。すげえ床も反応するから落ちないんだ。これまたいいこと知れた。そりゃそうか。ちょっと白が電池切れてきたっぽいねこれね。悲劇ですねこれ。これからって時に。というわけでね思ったより元気が良くてこうやってねふわーって安定させて神様のようにはなれませんでしたが、これ結構面白いです。すごい高いところからねふわってやっても地面に落ちないってことだもんね。考えた人すげえ。これのサイズをこれくらいのデカさにしたら僕捕まれば空飛べるんじゃないですかね。プイーンっつってプロペラ巻き込まれてダメかな。プイーンプイーンって無理か。あ、今更気づいた。これなんかこんな可愛いステッカーが入ってました。だから目とか口とかなんか鼻とかのステッカーがあってこのボールに顔をこうつけられるみたいですね。可愛い感じでブイーって今更気づいちゃったあとですね本体は USB 充電で、はい、こちらなんか USB ケーブルもついてきてます。そしてこのリモコンは豆電池ですね。これもともとねあのお試し用で入ってましたのですぐ遊べてよかったです。思った以上に楽しかったです。ニューニュートゥデイズヒカキンズポイントワンハンドレーまあ1980円とかにしては、なかなか面白い商品だと思いました。電池もついてるしいつかねこれと一緒に空まで飛んでいきたいと思います。この動画の概要欄に Amazon のリンク載せておきますので、気になった方、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ちょっと、上向きすぎて首がおかしくなってる。こうやって、本日も最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム。
いきますよ。最初はビンじゃんけんポン。バイ。私ヒカキンのツイッター、ライン、インスタグラム、バイン、ツイキャス、フェイスブック、その他ヒカキングッズや他の YouTube チャンネルも動画概要欄のリンクからご覧いただけます。そしてこのヒカキン TV では私ヒカキンにやってほしいことを募集中。概要欄のリクエストフォームからぜひ。最後に画面下のチャンネル登録ボタンを押してダラク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 。Bye.